ごく久しぶりにコストコに行ってきました。ちょっとリピート買いでね、この海苔が切れたので、この味付け海苔この前買って美味しかったので、これを2袋買ってきました。ほぼリピート買いが多いんですけど、だし玉もね箱で買ってきました。知り合いの人とね共有できるので、これを買っといてまたみんなで分け合おうと思います。あとはね、親といつもこれ共有してるバブね、炭酸バブ。あとこのカルビーのこのお菓子が美味しかったので、この皮付きジャガースティックですね、これ美味しかったんでまた買いました。あと山本コーヒーはね、今日はストアクーポンがついてて何円引きだったかな、今日はね200円引きでしたね。968円です。で、ここからは初めて買ったもの、今日のお昼に買ったんですけど、この16穀米のこれ、これもねストアクーポンになってて100円引きでした。ルーローハン、16穀米のルーローハン、これお昼に食べようと思います。でいつもはテーブルロールが400何ぼだったっけ、いつもあっちを買ってるんですよね、一番安いやつ498円かな、いつものやつ。これはね、今日はマスカルポーネの方を買いました。いろんなね、なんかこういつも見てる YouTuber さんがね、こっちの方が美味しいよって言ってたんで、マスカルポーネの方698円でこっちで買いました。ちょっとね、鳥の声がうるさいと思います。すいません。あとこのお風呂の洗剤ですね、これがね4リットル入ってて業務用のやつなんですけど、どうかな、998円ですね。ドラッグストアとかで買うとすごく高いので、いつも100円ショップでちょっとだけ入ったやつを詰め替えてたんですけど、よく考えたらちょっとで100円で高いなと思って、これでこの値段だと安いですよね。なので当分これで1年ぐらいいきそうです。あとは初めてのもので、よく皆さんが買ってるトイレットペーパーですね、試したことないんですけど、皆さんが買ってるので買ってみました。なんか質が柔らかそうでいいですよね。これも、30ロール入って2098円でした。結構トイレットペーパーも最近高いので、ちょっとこうコストコに行くときがあったらこういうね安くていいやつを買おうと思います。以上になります。今日はこれを今からね温めて食べようと思います。この味付け海苔おすすめでした。あとだしだもね、これは絶対いいので皆さんおすすめです。はい、以上になります。これを忘れてました。初めて買ったやつのシリーズでオイコスのね、ストロベリーのヨーグルト、これもねいつも見る大好きな YouTuber さんが美味しいよって言ってて、今度は絶対これ買おうと思って行ったらありました。パイナップルのバージョンも新しいやつ出てたんですけど、個人的にはやっぱしイチゴがいいなと思ったんで、このストロベリーバージョン買いました。このオイコスのストロベリーのヨーグルトが998円ですね、12個入ってます。あとはやっぱりリピート買いですね。いつも買うアボカドオイルですね。アボカドオイルは1398円。あとグルメのタレ、あともね残りが半分になってたので買い足しました。こちらは吉田ソース、グルメソース698円です。あとはこれお昼にいつもね食べてるこんにゃくゼリー。こちらもリピート買いで958円でした。
クーラーボックスにね入れててね、ちょっと忘れてました。すいません。このオイコスのこのストロベリー楽しみです。では追加で以上になります。